必ずやボートを打ち破り恩義に報いてご覧に入れる。頼もしい言葉よ。その武勇に期待しておるぞ。恩義とは笑わせる。うまく取り入り恩賞に預かろうという腹か。この総弁がそなたらを討たんのは孔雄殿への恩義ゆえ。後ろから切りかかるってのは気に入らねえぜ。つい熱くなっちまったが、俺が手出すまでもなかったみてえだな。我が名は太子寺、あざ名は死に。俺は孫策だ。その獲物が暴れるとこ早く見たいぜ。敵数、敵軍勢がこの江東に向け進軍中。総大将は孫策。何、虎の小せがれか。だ、誰ぞ討ち取ってみせよう。その役目太子市議にお任せを。よもや敵としてまみえることになろうとは。せっかく引いてやったってのに猶予が消えちまったんじゃな。孫策殿、陰で探し回る羽目になったぜ。うわっ孫策殿、何を。前の戦で思ったんだ。お前みたいな男がそばにいてほしいってよ。俺も同じことを感じておりました。俺はこの広い大地を孫悟のものにするぜ。我が力その夢にかけましょうぞ。俺は口頭だけで満足するつもりはねえ。こっからが本当の勝負だ。まずは可否、そして可否を足がかりに巨都へと攻め上る。ああ、中原に小覇王の名とどろかせてやれ。みんな頼んだぜ。ありがとうな。お前の活躍がなきゃこううまくはいかなかった。孫策殿の熱き思いあればこそ俺はただ後押しするまで。孫策殿の夢を阻む者は俺が砕く。まさに神速のごとしだな。後続が遅れねばよいな。この一戦にかける孫策殿の思いは軍全体をも突き動かす。今の我々ならこのまま巨都へなだれ込めましょう。なるほど、君も孫策に劣らぬ熱い男なのだな。孫悟の力を結集し、
京都を急襲する。みんな力を貸してくれ。はあ、なんだ、まだ残ってやがったか。昔の借り返しますぞ。ああ、そんなこともあったな。これで京都は孫悟のものですな。孫作殿。お前と一緒に天下取りたかったが、すまねえ。孫作殿。本陣に撤収する。退却に移れ。孫作殿がようやく手に入れた京都、諦めるのですか。ここで孫悟を滅ぼすわけにはいかん。しかし、へっへっはっふん、やけに気合入ってんな。残された者の気持ち、あんたに分かってたまるかってな。なんだよそれ。大神さんよ、いざ喧嘩って時にバテても知らねえぜ。懸念には及ばぬ。孫作殿が死のうとも、我らの誓いは死なぬ。皆、よくぞ義の猛攻を退けてくれた。泣く子も黙る長領だ。敵じゃねえぜ。これで孫作殿の悲願、巨都攻めにかかれますな。いや、このまま合肥の防備を固める。しかし、兄上は夢を追いすぎた。その結末は、我々のなすべきは高騰に深く根を張ることだ。北の曹操、西の劉備を抑え、この地に孫悟の繁栄を築く。義への恨みは捨てよ。合力して慶州から蜀を駆逐し、防御戦とする。孫悟に安寧をもたらす。これが最後の戦だ。義と手を組む、それが孫悟のたどる道か。しかし、ひとたび戦場に立てば総弁を振るうのみ。